クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。うまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？あんた、今月のモンスター動物数が出たよ。見て見て、最新のモンスター動物数だよ。プレートの仕事も。そこのエトワール、あれ？いない。あ、お姉ちゃん。マリーは店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。はあ、猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。星の命ってわかる？便利屋さん？水道修理できる。時系団には猫、最近また猫も。時計団の故郷に仕送りしてた。今日は寝かせないぞ。ああ、喧嘩の車あれ解体すりゃ。猫の鳴き声しなかった？近くにいるのかも。みんな落ち着くな。涙いくらいになりゃ十分だぜ。私、勉強は好きじゃないよ。上で働く。貯金ってもう近いんだよ。うぜ。ウォールマーケットでやってるなんか。うちの2軒。エトワール寮の子がね。じろじろ見るんじゃない。ああ、キーマちゃん。何でも売ってくれるって本当？食料品の品ぞろえ。商売始めた人ね。相手には閉店しないよ。こら、出てきなさい。猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？展望層にはちょっと危ない住人さんもいるんだって。何屋さんだ？何でも屋って何の？何でも屋、
今度子守を頼むぜ。おい便利屋、家の修理頼むよ。ピンクやっぱり肘を。なんだろう、ちょっと行ってみる。大丈夫なんでしょうね。よせ、来る。待て。おとなしくしろ。話しやがれ、死んだのいるっから。黙れ、ジネズミ。どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、オラああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え、でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。逮捕されるかも。軍相手によくふざけるよ、あいつ。偉そうにしやがって。痛たた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 、もげな、腕がもげな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。クラウド、あそこに隠れよ。痛いってな。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのポニーテールか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。そら、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。やっ、沈め。そっちは任せる。さあ行くよ。悪いな。なんだ。どうしよう。口を封じる。ん？おい、おい。ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい。世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。
ジョニー大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？諦めよう。え、わかる？ライフストリームでしょ？何それ？みんな逃げちゃったの？じゃあ帰ってこないの？みんなおかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。そこのエトワール寮の人だ。消臭剤研究会。お、ディファちゃん。そいつ、何でも屋始めたんだって？うん。だったら、化けネズミどもを倒してくれ。奴らめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて、信用ガタ落ちだ。あんた、今笑ったな？口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。上から仕入れたアイテムもあるよ。上にいとこ、友達に役者の卵がいるの。気は抜けない。集中してこい。気が強いすぎるな。よし、やっちゃおう。わっ、さあ、行くぞ。で切るよ。どけ。やあ。ここまで。次に備えろ。うん、分かってる。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテムやといえばここ。化けネズミを倒してくれたってな。ありがとうよ、二人さん。
化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でも屋お気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でも屋。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテム屋、ちょっと覗いてみて。そこの赤何でもやって何売るの？爆破の犯人はアバランチらしい。やっぱりあいつが化けネズミよ。ジョニー、僕は慌てた。息子が急に旅立つと言い出しましてね。若いうちはね、好きなことをやればいいと思いますよ。神羅に頭を下げてるだけじゃ手に入らんものもある。息子のジョニーが町を出るって言い出したの。どうしましょう。あの子一人じゃ何もできないのよ。町を出るってジョニー。やることない。この土管通りなら表の道。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。仕入れ元は詮索するな。土管通りの心得だぜ。ウォールマーケットの三つ町を出るって。ネズミの巣にならずに済むわ。爆破はアバランチのせい。ここで働かせてね。故郷にいた方が良かった。八番街の人たちが星の命の本当。この先の廃墟駅は無理だぞ。帰る。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ？ティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。一瞬で終わりだ。楽勝。貫く。連携しよう。頑張るぞ。
が出る。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。に行くぞ。任せて。果てまで食らい。頼んだぞ。頑張るね。私の本気を見せてあげる。はいや、崩れた。あ、捕らえる。叩きかける。決めろ。油断したな。これが殲滅だ。ここだ。そっちは任せる。さあ行くよ。限界の先へ。羽トカゲ、片付けてくれたって？ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところ、あんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで、支柱前に行ってみな。やばいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ？ああ。まず己を知り、その道を極めよ。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。おい、このシミは血の跡だ。俺も化けネズミには恨みがあったんだ。そこの毒、手元をしっかり見ろ。買いだめするやつがいる人。
あら、なんでもやさこれからもネズミがいるんだね。どうしても洗濯物が誇り5時を引き結婚資金、貯めの命そこの家の人すっげモンスターは弱い弱いバケネズブラード君大変だアイテム屋から君の話を聞いたよ協力ありがとう君の腕前は本物だねその力をもっと貸してほしいな実はまたモンスターが出たんだ桁外れに凶暴なガードハウンド知ってるよな進路の軍用犬だ瓦礫通りで目撃されている頼めるだろうか引き受けよう助かるよ俺らじゃ歯が立たないんだ頼んだよ危ない犬どうにかしねえと瓦礫通りの危ない犬これで少し安全になるケチラッド邪魔はさせないそここのまだまだ卵の隙に頑張るねそこ受け当てる逃さない行けなさい仕上げだ逃さないここから追いかけるぞ。おい、こっちだ。ティファー君、クラウド君。ガードハンドはこの先に追いやった。気が立ってたから気をつけて。あいつはこの先へ行った。気が立っているようだから気をつけてな。気は抜けない。集中してこい。気負いすぎる。さあ行くよ。当たる。ここから。しまった。私に任せて。そこ。いや。集中。蹴散らす。あ。やっ。ふっ。ふっ。ふっ。わ。攻めてこ。沈め。よろしく。進むぞ。
やってくれたか。はあ、ありがとう。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら七番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。ワイマーさんが見込んだだけあるな。ワイマーがあんた、モンスタードーマツーが出たよ。見て見て、最新のモンスタードーマツーだよ。知り合いが褒めてたぞ。ジロジロ見るんじゃない。五番街にいる子い。今日は寝かせないぞ。喧嘩の車、いつもより人が多い。8番街の人たちが廃墟の封鎖解いたの本当か。手伝ってよ。すいません、管轄外です。威厳を見せんか。はい、さっさ。あ、ティーファー、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん、もしかしてあなたが噂の何でもや。じゃあ手伝ってくれない。ディングローはタラが廃坑場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから、片っ端からぶっ壊しちゃって。列車墓場から凶悪なモンスターが仕事か来てるわ。近くに行く人たちは念のため注意して。敵じゃない、私たちなら余裕。悪いな。さあ行くよ。ロガタ決めてく。あそこ、あそこから決まった。終わったな。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。鍵がかかっている。
一瞬で終わりだ。どけ。いや、沈め。終わりだ。この調子でいくぞ。次も勝とう。敵じゃない。私たちなら余裕。仕上げろ。邪魔だ。沈め。そこ。えい。待っ。や。よし、やっちゃう。当てる。当てる。はあ。決まった。次に備えろ。うん、分かってる。進むぞ。片付ける。そこ。や。消え失せろ。ここまで。や。や。
蹴散らすぞ。邪魔はさせない。ふぶけ。そこ落ち着いていけ。さあ行くよ。当てる。行くよ。邪魔だ。やさあ決めていく。落ちろ。引き受けな。むしろ。まだまだ。そっちは任せる。頑張るね。届く。それ当てる。下がっていろ。そこだ。いてつけ。さあ行くよ。私の本気見せて。受けてよ。さあ行くよ。あっやり。やっ、ここから。このままでは。気をつけてね。しのげるか。邪魔だ。じゃあな。砕けろ。負けてはいない。お帰りなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でも屋。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実な奴も必要だ。やっぱりね。元神羅って聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。君より頼りになるぜ。私の命のこと。プレートって上で働いてるやつ。近でも近いんだよ。ウォールマーケットでやってるなんか。かっけー。亡くなった人たちは星に帰った。昨日はビックスに星に並ぶ。お腕の何でもやるんで、あんた。おや、ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。上っ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんよ。え？あいつらとは違うんだろ。行きな。
先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。待っててね。急いで終わらせるね。できた。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも。俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな。異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。
化けネズミよね。セブンスヘブンって手元をしっかり見ろ。ティファちゃん、今日飲みに行って。さあ着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ、スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか、じゃあどうする、もう少し街を回ってみる。そうするか。